今回は急にインターネットがですね、つながらなくなった場合の対処方法についてご説明、ご案内をさせていただきたいと思います。まず、今回は急にですね、インターネットがつながらなくなった場合なんですけれども、このような形の、モデムって言われる機械がありまして、この後ろ側の、一番下に電源のコンセントの差し込み口があるかと思います。ね、こちらからもしくは電源コンセント側になるんですけれども、こちらを一度電源を抜いていただきまして、電源のコンセントを入れ直してみてください。また、モデムだけではなく、バッファローのこういったルーターの機械、こちらも、同じく一番下の方に、こちらコンセントがございますので、こちら、もしくはできれば、電源のコンセントの方を抜いていただいて、で、どちらも大体5秒か10秒ぐらい経ってから入れていただければ結構ですので、そちらで電源の入れ直しを行ってください。電源を行い、入れ直しを行った後ですね、5分ほど待ちまして、その後、電源を入れたところでインターネットにもう一度問題なく繋がりましたら、そちらの方で、接続の方が戻ったと見ていただいて結構です。もし繋がらない場合、それでも回復しない場合にはですね、この後説明させていただく確認項目をご確認いただきたいと思いますので、そちらで対応いただくましてをお願いします。次にインターネット接続ができない場合、PPPoE というところで、できない場合になるんですけれども、こちら、左上の方にありますインターネット接続を行うという項目をクリックしてください。すると、回線の再設定自動判別の画面になりますので、このままで少しお待ちください。お待ちいただくと自動的に画面が切り替わるようになりますので、このまま、少し待つことになります。長い場合ですと約1分から2分ほどかかりますので、ちょっと辛抱強く待っていただく必要があるかと思います。でこちら、画面の方が切り替わりますと PPPoE サーバー発見、 PPPoE サーバーが見つかりましたといった形になります。ここで、PPPoE 接続を行う、通常はこちらを選択してくださいという項目がありますので、こちらをクリックいたします。でクリックするとケーブル PPPoE サーバー名前解決と出てきますので、こちらの画面はまた、数分間そのままお待ちください。でお待ちいただくと、少しずつまた準備中で画面が切り替わってきまして、すべてが OK になったら、接続が完了という形になります。こちらもしこの前の画面にですね、インターネットの接続の ID やパスワードを入力することを求めてくる画面がございます。もしそういった画面が出てきた場合に関しましては、お客様が契約されているインターネットの回線業者の情報、プロバイダーというんですけれども、 OCN であるとか NIFTY であるとか、そういった、情報があるはずですので、そちらの ID とパスワードを入力してください。で入力して進むにしますと、こちらと同じような画面になりますので、こちらを見ていただいて、で今回のように最終的に接続成功ですという形になりましたら、下の設定完了ボタンを押していただいて、インターネットに接続できるかご確認ください。これが、PPPoE という項目、 ID パスワードを入力する方ですなんですけれども、そちらで、接続できない場合の例になります。ちなみに先ほどの画面のところでですね、ID パスワードっていうふうにお伝えさせていただいたのですが、実際はこういった画面になります。こちらで、インターネットの光回線の業者の ID やパスワードを入力してください。でもしですね、光回線でも電力系の会社の場合、イオ光であるとか九州ビビックであるとか、あとコミファ光などなんですけれども、その場合は下にこちらというボタンがあるので、こちらの、ボタンを押していただいて、また ID パスワードを入れる画面になりますので、そちらで入れていただければ大丈夫です。少し画面は違うのですが、どちらも同じ、画面になります。ただ、こちらですね、 NTT の光系と電力系のそのイオビビックなどの光っていうのは少し情報の方式が異なっているので、画面が別々にあります。必ずインターネットの契約している回線業者を確認した上で、どちらの画面かで入力をしてください。以上で、補足の説明になります。